はい、どうもこんにちは、ちりこです。おつちるです。私が楽しければあなたも楽しい。今日もトリクルドーカー頑張っていきたいと思います。さあ、今日はコロシアムエクストラのマスターで申し訳ありませんが行ってみたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで私はね、こちらの、パーティーで行ってみたいと思います。行きましょう。はい、それでは行ってみたいと思います。はい、こちらのパーティーはね、ゲームウィズさんの、記事を参考にさせていただきました。はい。このパーティーで、アルティメイトに行けるんですけど、サポートメンバーがね、ナフィットが、必要なんですけど、私何にもしてないんですよね。ナフィット。なのでね、じゃあマスターならいけるかなと思って、はい、なのでこっちにしました。うん、なんかラフィット そのサポート効果っていうのがレベル4以上必要って書いてあったんですよね。うん、まあ、やればできるんですよ。確実に上がる、なんていうんですか、持ってるんですけど、それをラフィットに使う。なんだかね、ちょっともったいないなと思って。うん、まあ、マスターで、マイペースに収穫すればいいかなと、いうことにいたしました。はい。で、ここで4回、アルティメイトはね、ジンベイが出てくると思うんですけどね。ここで、はい、ここでスネークマン打ちます。パーフェクト。まあ、ジニシャなんでね、パーフェクトはまあまあまあ安心かなと思います。はい、いいですねズニシャあんまり使ったことないんですけど、いやいや素晴らしいと思います。さあボス戦。はい、でここで波を打ちます。でシャンクス、で黒ひげ打ちます。で、これで、順番としては、ナミ、シャンクス、ジャック、黒ひげ、スネークマンと。こう、覚えやすいようにね、打ちやすいように、こういう配置にしました。はい。こういう、にじまり、時計回りっていうのかな。これでいきたいと思います。いきまーす。はい。落ちた。やだーラッキーラッキー。はい。マスターですからね。はい。はい。こんな感じになります。はい。ということで、コロシアムエクストラのマスターに行ってみました。アルティメイトでね、こちらの編成で行けるみたいなんですけども、黒ひげのね、サポートメンバーがラフィットにして、レベルも4以上にしてくださいというふうになってました。あと、綿あめも、綿飴とか限界突破もこう振っておいた方がいいみたいですね。詳しくはゲームウィズさんの、ね、サイトをぜひぜひご覧ください。はいはい、ということでした。マスターでね、マイペースに参ります。はいはい、今日これで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。